はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はキッチン大掃除前編。それでは早速スタート。11月に入ったので年末に向けてぼちぼちと大掃除を始めていきたいと思います。まずはキッチン換気扇掃除。結構放置してるからすごいことになってました。いざオープン。はい、これやばくないですか。すごいことになってますよね。前のお家ではスターフィルターというフィルターを使っていたので中があんまり汚れることなかったんですけど、この家に引っ越ししてからスターフィルターのサイズがなかったので普通の100均で購入したフィルターをつけていたらこんなことに。まあそれだけが理由ではないんですけどね。とりあえず拭いていきます。換気扇の上も拭いていきます。はじめね、普通の除菌スプレーで拭いたら全然取れなかった。で、歌丸を使ったら結構汚れが取れました。まあ普段はさ、歌丸ってそんな汚れてるところを掃除しないから効果がわからなかったんですけど、久々にめちゃくちゃ汚いとこ掃除したらめっちゃ歌丸取れるじゃんってなりました。これ優秀ですね。あと歌丸のこのスプレータイプは泡なんで使いやすいですし、あと手に優しい成分みたいなんでそんなに手荒れしないってところも嬉しいです。洗ったパーツは拭いて戻していきます。で、布巾は食器拭きに使っていた布巾なんですけれど、このね、年末のタイミングで布巾とかも全部新調したいと思っています。この今使っているね、デイリーだったかな、ここの布巾すごくお気に入りです。あとこれカインズの焦げ落とし、これめちゃくちゃ優秀でほっとびっくりしました。まずはフライパンにかけて磨いていきます。本当はね、かけたらラップとかで巻いておいてから、スポンジでこすった方がよく汚れが落ちます。このスプレーは結構強力なので手袋をつけないとめちゃくちゃ手荒れします。少し前のショート動画でこのスプレーは紹介しているので、汚れの落ち具合気になる方がいましたらぜひそちらのショート動画も合わせて見てみてくださいね。キッチンの引き出し部分、こういったところも電解水で拭いていきます。このスパイスを入れてる引き出し、こんな感じで上に上げると簡単に取り外すことができます。中に入っているものをすべて出して、こちらも電解水で拭いていきます。中はね、そんなに汚れていなかったです。で、拭いたら戻す。上からレールにかぶせてこんな感じで押す。簡単に戻ります。で、スパイス類も小ボトルをね、拭いて戻していきます。スパイスってなんかすぐに増えるな。コンロ下の引き出し、こちらも中をすべて出します。ここはね、結構汚れてました。本当はシートを変えたいところなのですが、まだ使えそうだったので、綺麗に拭いてシートを戻します。そういえばね、以前はフライパンもこの引き出しにしまっていたのですが、よく使うフライパン、コンロ、換気扇周りにかけるようにしたらね、すごい楽になりました。皆さんはしまう派ですか？かける派ですか？まあでもコンロ周りってすごい油跳ねちゃうんで、極力物は置きたくないですよね。続いてはこっちの引き出し。ここは少し前にショート動画撮るときにお掃除したので、まあ掃除はしないで軽く見直しだけします。キッチンツールもね、ついつい買ってしまって増えがちです。同じ用途のものはないか、使ってないものはないか、チェックしていきます。次はその下の引き出し。なんならこことね、この下の引き出しも少し前に見直しをしたので、軽くだけ拭いておきます。で、このシロッコファン、取れないから放置していましたが、
もうさすがに外して掃除することにしました。でね、このマーナのバケツに入れてつけ置きしたかったんですけど、なんと入らない、高さが足りない。というかこの汚れやばくないですか？めちゃ汚い。でね、ちょうどこのキッチンに置いてあったゴミ箱も洗いたかったので、でもついでにこの中に入れてつけ置きをしようと思います。お湯を入れて、重曹を入れて、歌麿、まあ、とりあえず適当に大丈夫そうな洗剤を入れてつけ置き、 1,2 時間放置しました。そんなにお湯は汚れてないですね。でもお湯につけていたことで汚れがとても取れやすくなっていました。使い捨ての歯ブラシと歌麿で磨いていきます。直接置いたらシンクがすごい傷ついたので、下にタオルを敷きながら磨いてます。見て見て、この白っ子ファン、めちゃくちゃ綺麗になってるの分かりますか？すっごい嬉しい。でもこの白っ子ファン掃除するのに一体どんだけ時間かかったんだろう。もう綺麗を維持したいということで、100均ではなくてちょこっとだけフィルターをいいものに変えました。でも500円ぐらいだったかな。これは両面テープじゃないか、テープになっていて、こう剥がして貼るだけというものです。まあ、若干浮いてるけどよしとしましょう。こういった磁石フックも油ですごく汚れていたので、綺麗に拭いて戻します。カインズの焦げ落としスプレーでフライパンもとても綺麗になりました。で、これ1番の問題児、いや2番の問題児かな、ごとくっていうの、これは焦げ落としスプレーをかけて、こうコットンとかティッシュとかで巻いて、さらにラップして結構置きました。もうこの日はキッチンを使いたくないということで、次の日まで放置しました。こんなに汚れが浮いています。でね、軽くスポンジでこすったら汚れがつるっと取れました。今回めっちゃ激推ししたこのカインズの焦げ落とし用洗剤なんですけど、あ、ちなみにこれ PR ではないです。次の日まで放置したって言って、で綺麗になったと思ったんですけど、いや綺麗にはなったんですけど、こういうとことかね、めちゃくちゃ焦げは取れたものの、放置しすぎてちょっと変色しちゃいました、の先とかが。だからやっぱりね、時間は守った方が良さそう。そんな次の日とかじゃなくて、まあ待っても2時間とかかな、と様子を見ながら使ってみてください。あとさ、ここまだ掃除してないんですけど、ここってさ、あんまり水拭きしちゃダメなような気がするんだよな。こことかさ、めっちゃ焦げてんだけど、皆さんどうやってるか、もしいい方法あればコメント欄にて教えてください。